三菱重工で開発していたスペースジェットの計画中止に伴い、スペースジェットチームが F3 戦闘機開発に参加したという情報を入手しました。今回は F3 戦闘機開発が一気に加速するのかについて見ていきます。国産旅客機をなぜ断念せざるを得なかったのかも見ていきたいと思います。三菱スペースジェット MSJ、旧称 MRJ、三菱リージョナルジェットは、かつて三菱重工業の子会社であった三菱航空機が開発を進めていた国産ジェット旅客機ですが、2023年2月7日に開発が中止となりました。三菱重工業としては、国が機体の安全性を証明する形式証明 TC を取得しても、将来的には事業として成立しないとして、今後も、数千億の規模で投資が必要となる見通しから事業継続は難しいという判断を下したものとみられています。三菱重工業では2020年10月30日、スペースジェット開発を凍結と宣言しましたが、その際にはここで一旦立ち止まるとしていたので、開発断念にはまだ未練があるのではとみられています。これまでに少なくとも約500億円に上る補助金など公的資金が投じられているほか、国内でのローンチカスタマー、購入が決まっている消費者の全日本空輸 ANA、NH などを傘下に、持つ ANA ホールディングスが確定している分だけで、15機とオプション10機の最大25機を発注していること、日本航空は32機を全て確定発注で契約していることなどがあり、各航空会社への保証対応も必要になることから、なんとか開発を継続して完成までこぎつけようとしたが、それらの収入があったとしても、これ以上の損失を出さないためについに諦めたということです。もともと、三菱のスペースジェット開発は、2002年、平成14年に経済産業省が提案した30席から、50席クラスの小型ジェット機を開発する案に沿って計画された環境適応型高性能小型航空機に対し、同時に発案された50人程度の小型航空機用ジェットエンジン環境適応型小型航空機エンジンの MRJ 開発計画とともに、日本国内の機体メーカー3社、三菱重工業、川崎重工業、富士重工業の提案が発端だったそうです。日本にはかつてYS-11 という国産のターボプロップエンジンによる50席以下の優秀な小型プロペラ旅客機がありました。地方空港で活躍していた機体です。しかし、1990年代後半、カナダのボンバルディアとブラジルのエンブラエルが小型のリージョナルジェット機 RJ 開発に成功したと発表されたのです。YS-11 などのターボプロップエンジンのプロペラ機と比べて、客室の騒音が少なく、速度が速いなど、メリットで勝るジェット機が、世界の中小エアラインに注目され、爆発的に売れるようになりました。アメリカなどのエアラインでは、パイロット組合が、雇用確保のため、各エアラインに、50席以下の RJ 機を、一定数以上、数の保有をエアラインに要求したため、エアライン側は RJ を使わざるを得ないという事情もあり、このクラスのターボプロップ旅客機の販売数は急激に低下することになりました。生産していたヨーロッパ、アメリカの航空機メーカー6社のうち、4社が2000年代初めまでに旅客機事業から撤退したのです。こういう状況の中で、経産省は RJ 市場がさらに拡大すると予測、RJ 計画を立案したのに対し、いち早く注目した三菱重工業が応募したのでした。2003年4月7日、経産省は、RJ 開発プロジェクトの窓口とされた、新エネルギー産業技術総合開発機構に航空機メーカー各社を招いて説明会を実施、参画を希望する企業を募集したところ、三菱重工業1社のみが計画案を提出しました。そのため、5月29日に、三菱を主契約企業として、富士重工業、現、スバルと日本航空機開発協会、JADC が協力することになり、MRJ 開発計画がスタートしたのです。具体的には、富士重工は、主力などの開発で、10% ほどの工程を受け負い、機体開発に関しては、宇宙航空研究開発機構、JAXA と、東北大学が協力する体制となり、経産省は、
2003年、平成15年度予算に研究開発費として10億円を獲得し、環境適応型小型航空機エンジンの研究開発については IHI が受注しました。その後、MRJ については、日本航空が30機以上の発注を公表し、全日空も25機うち10機は、オプションの発注を公式発表したことにより、MRJ 開発が本格的に動き出したというわけです。三菱重工業は、日本航空と全日本空輸の発注を受け、2008年3月28日に、MRJ 開発の事業化を発表。MRJ 開発を行う専門事業者として、4月1日付で、MRJ の設計、形式証明取得、調達、取得、カスタマーサポートなどを担当する 100% 子会社の三菱航空機を設立させました。試作、飛行試験、製造は、名古屋航空宇宙システム製作所の担当となり、5月には、ジャムコが生産パートナーに加わることになったのです。三菱重工業は、当初、MRJ 初号機の初フライトを2011年、納期を2013年と予定していましたが、胴体と主翼部分の設計変更を理由として、2009年9月に初号機の納入を2014年の第1四半期に延期しましたが、2012年4月には、MRJ の開発並びに製造作業の進捗が大きく遅れていたため、試験機初フライトを2013年度第3四半期とし、量産初号機納入は2015年度半ば、後半に延期せざるを得なくなりました。それでも MRJ に対する世界の注目度は高く、アメリカのスカイウエスト航空から100機の大型発注があったので、計画は順風満帆という見方が多かったのですが、2013年8月、装備品の安全性を担保するプロセス構築について、それまでの想定より時間が必要ということになり、試験機初フライト予定を2015年第2四半期、初号機納入予定を2017年第2四半期に変更するという3回目の計画遅延を発表したのでした。その後、2014年10月18日には完成機がリリースされ、2015年1月28日、三菱航空機は日本航空との間でMRJ32 機の購入正式契約を締結したことが発表されました。日本航空へは2021年に納入開始予定であると発表され、2015年10月15日には MRJ の量産初号機の組み立てが開始され、秒打ち式が執り行われました。2015年11月11日、東海地方の自衛隊の訓練空域で初フライト試験が行われたのです。MRJ は飛行開発実験団の T4 練習機と三菱社有の MU300 及び写真撮影担当のダイヤモンドエアサービスの MU300 に随伴されて初飛行に成功しました。19日には2回目、27日にも3回目の飛行試験が実施されています。しかし、2015年12月16日、三菱航空機は試験工程から量産初号機の納入時期に至るまでの全体スケジュールを精査した結果、納入延期の方針と発表しました。12月24日には、納入延期について全体スケジュールを変更。量産初号機の納入時期は、2017年第2四半期から、1年ほど先になると明らかになったのです。その後も、様々な要因で、設計変更が必要になったので、2017年1月20日には、5度目の納期延期が発表されました。開発の成功が疑問視され始めたところ、2020年2月には、6度目の納期延期が発表されたのです。三菱航空機及び三菱重工業の MRJ 開発への投資は6000億円以上にもなっていて、損失が膨らんでいました。そして、三菱側は、ここまでの受注機数では採算が合わないとして、2023年2月7日、MRJ 開発を断念して中止すると決断したのでした。三菱重工業は、これまでに、スペースジェットの開発で得られた設計ツールやシミュレーションツールに検証ツールなどを再整備し、航空機開発の知見を、日本、イギリス、イタリアの3カ国が、
現在共同開発を進めている次期戦闘機の開発に生かすと述べています。開発を担当していた子会社の三菱航空機は、開発が正式に中止されたことで、三菱重工業に資産を移管して生産することになりました。2023年4月25日には、称号を MSJ 資産管理株式会社に変更し、会社の生産に向けて協議を進めていますが、これまでには、少なくとも、500億円もの補助金など公的資金が投じられていただけでなく、ANA ホールディングスや、日本航空などは確定発注として契約しているので、これらの企業への保証問題などが残っていることを忘れてはいけませんね。今年2023年に開催されたオーストラリアとアメリカ主催の合同軍事演習タスマニンセイバーには陸上及び海上自衛隊も参加しました。この演習で陸上自衛隊は人に意識地対艦誘導弾やマル3式中距離地対空誘導弾のみ演習を行い、オーストラリアが日本の重要な防衛パートナーとしての役割を果たしました。では詳しく見ていきますね。タスマンセイバー2023で、陸上自衛隊は、オーストラリア南東部にあるビークロフト射撃場で、7月22日に、海上の標的に向けて、人に、意識地対艦誘導弾の実弾射撃を行いました。これは、オーストラリアで、日本の人に、意識地対艦誘導弾の実弾射撃訓練が実施された初の事例で、見刺された誘導弾には、作薬が充填されていませんでしたが、陸上自衛隊の対艦攻撃能力を対外的に示す機会となりました。人に、意識地対艦誘導弾は、2012年度の防衛予算から調達が開始されたミサイルシステムで、装輪式の車両に、レーダーシステム、中継システム、射撃管制システム、指揮統制システム、発射塔を搭載しています。現行型は最大射程距離が約 200km ですが、能力向上型の開発が進行中で、将来的には最大射程距離を 900km、さらには 1500km まで延伸する計画があります。現在開発中の人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型では、地上から発射する既存の装輪式車両型に加えて、航空機や艦艇から発射する方も検討されています。これにより、航空自衛隊や海上自衛隊でも幅広く利用可能となることが期待されています。さらに、タスマンセイバー2023で、陸上自衛隊は、マル3式中距離地対空誘導弾の実弾射撃を行い、その様子がオーストラリア軍によって公開されました。マル3式中距離地対空誘導弾は、2003年に導入が始まり、最大射程は約 60km です。このミサイルは、アメリカ製 PAC-2 ミサイルシステムに比べて約 45% 安価で、コストパフォーマンスが優れています。2016年までには、マル3式中距離地対空誘導弾の改良型が開発完了し、巡航ミサイルや空対地ミサイルに対する迎撃能力が向上されました。この改良型の調達は、2017年度の防衛予算から始まっています。中国は、すでにアメリカに次ぐ世界第2位の GDP 額を誇り、軍事費の額でも同様の位置にあり、実戦経験こそ近年はほとんどないとはいえ、ロシア以上に消耗戦を行うに足る各種の物資の生産能力を有していると思われる。しかし、周知のようにアジア地域には NATO のような西側諸国の軍事同盟は残念ながら存在しておらず、アメリカをハブとして日本を含む各々の国々が、
その時々の政治的な判断で連携を模索していくしかないのが実情であろう。その意味では、今回のタスマリン・セイバーのような合同軍事演習は、日本にとっても非常に重要で、かつ有用な機会であり、年を追うごとに強化されている中国軍に対し、いかに有効な抑止力を備えるかを示す場とすべきに思える。政府が進めているシェルター整備は、平成16年、2004年に制定された国民保護法に基づく国民保護計画の一環ということです。防御性能の高い地下シェルターは、全国に1591箇所あります。しかし、中国や北朝鮮の脅威に直接向き合っていると言っても、いい沖縄県の先島諸島には、わずか1箇所しかないのです。今回は、このシェルターについて見ていきたいと思います。シェルターとは何か。厳密な定義はありませんが、国民保護法によると、都道府県や政令市がミサイル攻撃などに備えた避難施設を指定するよう規定しています。このうち、爆風など直接の被害から人間を守る堅牢な地下施設が、事実上の地下シェルターを指していると言えましょう。令和4年4月時点の内閣官房のまとめによれば、前述の通り、地下シェルターは、全国に1591箇所あるそうです。ただ、沖縄県を見ると6箇所に限られ、しかも、5箇所は、那覇市など沖縄本島に集中しているのです。先島諸島では、タイトルの通り、石垣島の石垣市役所だけということになります。さて、お隣の軍事国家北朝鮮は、22日、日本時間24日午前0時以降、人工衛星を発射すると日本政府へ通告しました。人工衛星とは言っていますが、事実上の弾道ミサイルと見られます。発射された後に先島諸島上空を通過する可能性があるため、この地域の緊張が高まっています。昨年8月には、与那国島、与那国町の沖合約 80km に、中国軍の弾道ミサイルが着弾したという事実があるのです。有事の際の一時、避難先の必要性は言うまでもありません。沖縄県は、3月、同諸島の住民ら計約12万人を九州に避難させる図上訓練を実施しました。その結果、臨時の民間機や船舶を使用したとしても、6日程度の日数がかかったのです。その事実があるにもかかわらず、避難施設などの整備が進まなかったのは、離島は、都心に比べて、地下街や地下鉄、地下駐車場といった既存の地下構造物が極端に少ないという事情があるためと言われます。世界を見ても、他の国に比べると、日本は、整備が遅れていることがわかります。NPO 法人日本核シェルター協会による、平成14年、2002年の調査結果を紹介します。放射性物質を遮断する核シェルターの人口あたりの普及率ですが、スイスとイスラエルは 100%、アメリカは 82%、ロシア 78%、イギリス 67% という高い数字が出ています。一方の日本は、なんと 0.02% という少なさです。しかも、日本の普及率は、現在も大して変わってはいないそうです。日本より国土の小さいスイスやイスラエルは別にしても、広大な国土を持つアメリカやロシアの普及率の高さに驚きますね。では、ここである沖縄県民の声を紹介しましょう。あくまでも、個人的な意見ですからね。筆者とは別です。沖縄に住んでいます。私自身が平和ボケを絵に描いたようなものではないかと思いますが、シェルターが大切と記事にあったとしても、どうもピンとこないんですよね。もちろん、アメリカ軍関係の基地とは、無関係な沖縄になってくれたらいいのですけど、他の国のやり方に対して、沖縄県は、地理的に重要な位置にありますし、アメリカ軍基地は、無駄な戦争の抑止力になると思っているので、私個人としては歓迎です。なんか、基地があるから攻撃目標にされるという人もいますが、私はそうは思っていません。アメリカ軍基地があるからこそ、戦に発展しないという考えもありですよね。と言っても、シェルターと言われても、今一つ身近に感じられない、ピンとこないのは、メディアの発信が少ないせいではないかと思うんですよね。沖縄県の新聞2社が、八重山日報みたいに、
もっと、シェルターの必要性を報じてくれたら、私みたいな平和ボケの人間も少なくなるんじゃないかな。昨晩夜中4時に、北朝鮮からのミサイル発射通知が届いて、避難してくださいとアラームが鳴りました。でも、どこに行けばいいんでしょうか。国は、警告はしましたからね、っていう感じで終わってしまいましたが。長引いているロシア・ウクライナ戦争。現在、キーウとかウクライナの都市で空襲警報が鳴っても、シェルターを使ってる人は、ごく一部しかいないと聞きます。空襲警報が鳴るたびにシェルターにこもっていたら、仕事にならない、つまり長期的には生活できないからというのが理由らしいです。特に、島の場合は、都市単位で戦争が長期化したら食料備蓄という大問題が発生します。シェルターがあったとしても、どうしようもない状態になる可能性がとてつもなく高いのは、ちょっと考えればわかること。シェルターの優先度を、どの程度と判断するのかは難しいところだと思いますよ。上記の意見は、アメリカ軍基地を受け入れている沖縄の人のものです。十人十色というように、人それぞれの意見の違いがあって当然です。この人は、シェルターの必要性はわかっているようですが、もう一つ切迫感がないということです。その理由は、メディアの発信手法に問題があるのではないかと考えているようですね。どちらにしても、現在のところ、シェルター整備は国の職掌のようですから、やはり、国の考えが基本になることは言うまでもないと思います。有事の際、本当に国民を守るためには、シェルターが必要だとなったら、国の予算で整備を進めていくべきではないかと考えるところです。防衛省は、2024年度から、新しいイージスシステム搭載艦の建造に着手し、その動力源に、イギリスのロールス・ロイス社製 MT30 ガスタービンエンジンを採用するという情報が入ってきました。今回は、防衛省のイージスシステム搭載艦に、ロールス・ロイス社 MT30 ガスタービンエンジン決定について見ていきます。2024年度から防衛省が建造をスタートする予定の新しいイージスシステム搭載艦に搭載されるガスタービンエンジンをイギリスのロールス・ロイス社製の MT30 に決定したと2024年5月30日ロールス・ロイス社が公表しました。 MT30 とはロールス・ロイスの船舶用ガスタービンエンジンマリントレントのことです。航空機用ターボファンエンジンのトレント800をベースにして開発され、出力は 40MW を発揮するものもあり、日本の海地護衛艦もが、身型 FFM にはすでに採用されています。イージスシステム搭載艦には、MT30 が2機搭載される予定で、燃費を抑えるため、電動モーターも搭載するハイブリッド方式を採用することになっています。出力に余裕があるので、低速、巡航時は、MT30 が発電した電力を利用したモーターでの電気推進で航行し、高速必要時には、別のガスタービンエンジンによる機械駆動を併用し、強力な推力を得るガスタービンエレクトリックガスタービン複合推進方式、コグラグなど他の機関方式を採用する可能性もあると言われています。この新イージスシステム搭載艦には、これまでのイージス護衛艦に搭載されているフェイズドアレイレーダースパイ1と同じ、ロッキード・マーティン製の LRDR、長距離識別レーダーである、スパイ 7V1 が搭載されるようですが、
そこに至るまでには紆余曲折がありました。スパイ 7V1 は地上配備型の国土防空ミサイル防衛用の対空捜索レーダーとして弾道弾迎撃ミサイル GBI グランドベースとインターセプトとともにイージス艦に搭載されているイージスシステムを陸上に配置するイージスアショアに使用されるレーダーです。近年北朝鮮は弾道ミサイルなど長射程ミサイル発射実験を盛んに繰り返すようになったが、その進歩は著しく日本列島への脅威が高まったとして、高高度を飛翔する弾道ミサイルを撃墜するためのシステムの増強を急ぐべきだという声が多くなったようです。弾道ミサイルへの対処については、アメリカ海軍が東西冷戦時代の1960年代から始めていて、イージス武器システム AWS が開発され、イージス弾道ミサイル防衛システム、イージス BMD システムが誕生しました。BMD は、海上配備システムと地上配備システムの整備に注力され、海上配備システムのプラットフォームとしてイージス艦が登場、地上配備システムとしてイージスアショアが考案されたというわけです。陸上に設置すれば、イージス護衛艦ほどの人員は必要ないので、慢性的な人員不足に悩む自衛隊では、最良の BMD とされ、2018年7月30日、政府は、スパイ 7V1 を2機購入し、秋田市の陸上自衛隊新谷演習場と山口県萩市の陸上自衛隊睦見演習場の2カ所に、イージスアショアを配備する計画を発表。2025年から陸上自衛隊が運用すると明らかにしました。しかし、この計画はすんなりとは進みませんでした。まず、弾道ミサイル迎撃の際、地上から発射される多弾式の地対空ミサイル SM-3 の1段目の補助推進装置、ブースターが、演習場周辺の民家などに落下する可能性があると示唆されたのです。ブースターを演習場内へ確実に落下させるためには、高額な費用を要するシステムのソフトウェアの修正というだけでは不十分であると判明しました。その上、設置予定の秋田、山口両県の住民に対する防衛省側からの説明不足や、ずさんな調査など不手際が数多く発覚し、トラブルが相次ぎいたことで、地元自治体の理解が得られないと判断。2020年6月15日、当時の河野防衛省は、イージスアショアの導入計画の中止を発表したのでした。2020年12月18日、閣議決定で、新たなミサイル防衛システムの整備等、及びスタンドオフ防衛能力の強化について、と題した文書で、中止したイージスアショアの代替案について、イージスシステム搭載艦を新しく2隻建造、海上自衛隊が運用することを決定したと公表したのでした。防衛省は、イージスアショア用に購入計画していた2機のスパイ7を、新たな、イージスシステム艦に搭載する方針でしたが、このレーダーは陸上設置用として開発されたため、アメリカ軍の水上艦艇での使用実績はなく、海自のイージス護衛艦でも、AN-SPY-1 の使用実績しかなかったので、運用を不安視する声が多くなり、アメリカのレイセオンが、艦艇用レーダーとして開発を進めているスパイ6を推す声も上がるようになっていました。しかし、アメリカミサイル防衛局とアメリカ海軍のイージス艦技術部門代表、テイレップが、海自のイージス艦に搭載されている AWS ベースライン J7B 上でスパイ7を運用するソフトウェアを開発。2021年1月27日に海上に配備されたスパイ7を搭載した AWS ベースライン J7B の試験では、BMD での目標の捜索、追跡、識別を実施する能力を有すると確認されたことから、イージスシステム搭載艦にスパイ7を搭載すると決定されたのです。スパイ7は、2024年4月、宇宙空間にある物体を探知と追尾する試験も成功しているので、宇宙空間を飛翔する弾道ミサイルの迎撃に適していると証明されたと言えましょう。この高性能なフェーズドアレイレーダーを搭載するイージスシステム搭載艦は、当初は、弾道ミサイル迎撃を専門とする防空護衛艦的な存在になると見られていました。当初の計画では、海自最大の護衛艦として誕生するはずでしたが、それに対して、速度において、既存のイージス艦や護衛艦艇との艦隊連携や共同運用がしにくいという批判が上がったため、
小型化して機動力を高めるように方針転換されたのでした。結局イージスシステム搭載艦は基準排水量12000トン、全長190メートル、最大幅25メートルのサイズでマヤ型イージス護衛艦を上回り、軽空母化改修が進められている海自最大の出雲型護衛艦に次ぐ大型艦となる見込みです。兵装としては5インチ単装砲1機、高性能 20mm 機関砲2機、人認識地対艦誘導弾能力向上型4連装発射筒2機、3連装単魚雷発射艦2機の他に、マーク41垂直発射システム VLS は2機、128セル搭載しています。また、弾道弾迎撃ミサイル、ABMSM3、艦対空ミサイル、SAMSM2、対戦ミサイル07式垂直発射魚雷投射ロケット、巡航ミサイルトマホークなども搭載されます。国土防空だけでなく護衛艦隊を構成する艦としても運用できるように、既存イージス艦と同等の各種作戦能力と機動力が付与されることとなりました。その他に、現在の多様なミサイルに、常に対応可能とするため、稼働率の向上が図られ、荒天時の荒れた海でも影響を受けにくい対応性を持っています。さらに、この艦では、長期間の洋上任務が前提なので、乗員の居住性向上を図り、具体的には、ダンベッドの上下にパーテーションを設けて、疑似的に個室化するイメージ画像が公表されているようです。また、中国やロシアが実戦配備している、極超音速兵器への対応として、アメリカミサイル防衛庁 MDA が開発中の対極超音速滑空対新型迎撃ミサイルなど、将来の装備品も運用可能な拡張性も考慮されているそうです。こういった将来の装備品には、レールガンや高出力レーザーガンなども含まれているので、出力の大きいロールス・ロイス社の MT30 ガスタービンを2機搭載することで、それらの電力を賄えると推測されます。防衛省は、2024年度防衛予算に、イージスシステム搭載艦整備費用として、2隻分の建造費3797億円の巨額を計上し、まず、1番艦の建造を三菱重工業が担当し、2番艦は、ジャパンマリンユナイテッドが担当することになっているそうです。